松田さん、何を聞いてるんですか。松田さん、はい、何を聞いてんですか。ブラックサバスですよ。ブラックサバスキャリーパンパン聞いとるやないか。キャリーパンパンちょっとね、キャリーパンパンも聞かんとダメでしょこれ。ほんまにほっといてくださいよ。何ですか。で、松田さん、はい、あのツーリングに行ったんじゃないんですかね。ツーリングは降ってるからこれはちょっと無理ですね。ちょっとね、あーツーリングは今回雨で見送りということにしました。せっかくの計画を、ね、計画もね、あテンションがね高いところ、あったかい時やったらね平気なんですけど、寒いでしょ、うん、こういう時はもうあの行っても寒いですからね、はい、今日はもうヒッキーしようかなと思ってですね。なるほどね。で、人がキャリーパンパンを聞いてる時にですね、うん、あの君邪魔してきたわけですよ。あなたこそ何やってるんですか。今日遊びに行ってるって言ったら、なんで帰ってきてるんですかこれ。いや、そりゃ雨ですからね。まず同じ理由ですよ、つまりね。うん、てか松田さん、あの行かないんだったら、あのツーリングの用意を片付けてもらっていいですかね。え別に取らなくても取らんでもええやろこれ別に。いや、取らなあかんやろ、これは。いや、まあ、あの、うん、飯を食ってから片付けましょう、ね。めっちゃ散らかっとるわ。飯を食ってから。ちょっと待って。ほんじゃ、僕、あの、あ、こういうのどうですか？こういうのどうですか？はい、ツーリングに、単車に乗るときに何が必要かっていうのは、これどうですか、これ。ああ、いいね。これをやって、あの、お片付けするってことにしましょうよ。そうっすね。そうしましょう、そうしましょう。お飯ラーメンですかね。はい。それあの自分の分しか作ってませんか。これどうしようかな。食べましたしね。はい。あのまあこう単車乗るスキー行くときスキー板とか用意してない感じでしょ。はい。ストックとかゴーグルとか。うんうん。こんな感じであの単車乗るときもね大体ね物がいるんですよ。はい。だからまああの。何を用意したらいいかっていうのね、単車乗るにはね、うん、実はね用意せなあかんもんがねいるんかっていうとね、単車の場合ねいるんですね、うん、ちょっとご紹介、しましょうかね。重要なもんばっかりですからね。重要なもんそう20年乗ってますからね、もう大体じ、必要なもんは全然分かりました、うん、僕の場合はね長いこと乗るとね太陽が苦しいんでね、グラサンはもうまず必要です、ね、欠かせない。グラサンがないとね、もう目が悪いのでね、目がやばいんでね、グラサンは絶対かけてね、目を守りますね。はい、なんかマトリックスみたいですね。マトリックスのつもりじゃないんですけどね。はい、ウルトラアイのつもりやったんですけどね。あ、ウルトラアイか。あのね、まず大事なのは、まあ、ヘッチンですね。はい、これヘッチンはこうなんで大事かっていうとですね、これかぶってるとね、なんつうんですか、雨風あんま関係なくなるんですね。うん、もうそれに何か頭部を守るものになります。そう頭部を守るとかもあるんですけどね、はい、俺はね要はねこの中が一個の部屋みたいになってね、うん、頭だけずっと部屋に入ってるような感じです、うん、だからねあのおすすめはもうね面倒くさいですけどあのフルフェイスですわ。フルフェイスあのこう全部こう覆ってんの、うん、でっかくて面倒くさいと思うんですけどね、実はこっちが楽なんですね結局、うん、寒くない。寒くない。でみんなね寒い寒い言うんですけどね、その寒さのね元はね首なんですよ大体。要はねこのフルフェイスかぶってですねこうかぶりますわね。で要はね走ってる時ねこないになるわけですよ、うん、実はね首風こえへんのですよこいつかぶってると。で大体これあったかいもんですわ。いい感じですね。ただちょっとメガネの人はねちょっと僕もそうですけど、いっぺんあのメガネ取らなあかんって感じでね、うん、かぶり方もあるんですよ。かぶり方はねこのベルトあるでしょ、このベルトをねこんな感じで開け気味にして、うん、ペロンとかぶるんですよ。こうやってると、ああ素人やなって感じなんですよ。
うん、要はここを持ってちょっと開き気味にこういくわけですよ、うん、これがまあヘッチン あの基本ですね。でメガネの人はしゃあなくメガネをかけると、で前を閉めるという、こんな感じなんですよ。でまあ、ヘッチンはだからあのフルフェイスがおすすめですね、うん、でこれこいつだけはね、俺ねほとんどね考えられないね、あの貧乏装備の男なんですけれども、うん、こいつだけは高物買います、うん、これはね高物買えば買うほど快適ですね、発揮臭って、うん、はい、これはもうあのオークションでも何でもその構いませんけどね、あの真面目なメーカーのね真面目なええやつを買うのがいいと思いますね。まあほんでね、まあ、ヘッチンでしょう。で次にはね、あの服ですね、服はね、あの、まあ、ユニクロとかですね、まあ、いろいろあるんですけどね、俺があのおすすめなのがね、あの作業服品屋とかね、うん、まあ、あんな感じですね。ほんまはね単車用が一番いいんですよ。単車用はね、あんまね、あんまおしゃれに乗ろうと思うのとね、快適に乗ろうと思うのはなかなかね、こう両立なかなかしにくいんですけどね、うん、なんだけどね、単車用でおしゃれなやつっていうとね高いんですよやっぱ、うん、まああの決め手はね、あのね、今日ね大体ね単車用って何がちゃう、普通の服と何がちゃうかというとね、大体ねこの後ねなんでもなんでもないところにね、大体こう入ってますわ。カット？カット、硬いのやつが、こう、これでこうショルダータックやられたらこのやばいやつ。これなんか見てください、これ苔跡ついてるんですよ。苔跡がね、で、うん、ここもパッと入ってるんですけど、ここも苔跡がついてますよ、これね。これなんか前はパッとがなかったら俺痛い目してますよ、これ。うん、で、まあね、大体ねこれはついてないんですけどね。袖の裏あるっしょ、このね袖の裏にねこうピローンってこう絞れるようになったりしとんですよ単車は、うん、というのがね走ったらねみんあのこの想像以上にね服ってバタつくんですね。こうバタつくとね要はしんどなりますわ大体、うん、しんどなるしね、あの生地も傷みますしね、うん、だいたいこのなるべくこうピチッとこうしたいわけなんですよ。やっぱりなんかワークマンとかで買った方がいいんですかね。ワークマンとかやと要はねこんなパッドが入ってたり、うん、あのここを袖を絞れたとこはないんですよ、うん、そうやけど、まあ、普通のね、なんていうんですか、普通の服屋の上着よりはええですけどね。それとね、うん、決め手はこれですよ。要はね袖が絞れるかどうかなんですわ。大体おしゃれ服っていうのは大体ね袖は絞られへんのですよ、うん、単車用とかね、いくとね大体この袖がこうマジックになって絞れると。大事なのはここですな。それともう一個ね、フードとかね、なんかこうみんなね首をねマフラー巻いたりとかするんですけどね、うん、結局何か言うとね首のとこがね上まで締まるかっちゅうことなんですよ。ほんならね大体いけますね。でこの首の上まで締まれんと単車用勝負できませんわ大体。普通の服とね最大の違いはね、風の管理ですな。これ結局上までやって首をこう締めれるんですよ、うん、実はこれで終わりなんですよ。なんかマフラーなんか関係なくなる感じ。あ、ネックウォーマーとかいろいろ言うてはるんですけどね、結局それね普通の服着るとねそんなのが必要になるんですね、うん、単車用の強いのは要はここを絞ってここ絞ってここ絞って、まあこれも脇ありますけど、なるべくこうピタッとしたいわけなんですよね、これも絞って、うん、そうすると非常に快適に、うん、走ることができますね。安物でもいいから俺は服っていうのは単車用のやつを買うのがええと思いますね。ほんまですね。ほんで、次はねグローブもいるんですよ、うん、でグローブはね僕なんかこのこれは明らかにね190円とか220円ぐらいのなんかこう安物？そうですね、作業用のねグローブにね俺ね1万円よう払いません。うん、ほんまはねちゃんとした革の柔らかいやつでね
ヤギガーとかね、クリニックガーってこうパッドがついてね、ここなんとかジンジャーみたいなこうゴツゴツしたやつがね、うん、いいんでしょうけどね、こうたことがないんですよね。実際軍手とかでもいいんですかね。軍手はちょっとね、あの雨の時はいいと思いますけど、あのこけた時にやっぱ怪我せえへんためにする運やし、こうアクセルひねりやすくするためにはめるやつやから、まあなるべくやっぱ革のやつじゃないとダメですな。うん、で要は俺は安物を、ありえない安物使ってますけどですね、やっぱねちょっとあのイケてるファッションを目指す人はですね、真面目なちゃんとしたやつをするのがいいと思いますよ。せやけどまあ1万円ぐらいしますよね、5、6000円かもしれませんけど、俺はよう払いません。あと大事なのはね、このここにこうこれオーバーズボンっていうんですけど、はい、これをね、夏といえどもね、朝は寒かったりね、うん、春秋なんか寒いですしね、うん、結局いるんですね。オーバーズボンなんか1枚持ってるとね、ズボンの上からスポンとこう履いてね、だいたいこの横がこうチャックになってたり広がってたりね、あの 上から履きやすいもんですわ。これ1枚持ってると寒くなくていいですね。要はね、寒がりながら走るのが一番やばいんですよ。うん、体ボロボロになりますからね。やっぱあったかい方がいいか。あ、絶対にあったかいの、あったかくして走るのがいいと思いますね。暑だったら脱いだらいいですしね。うん、であと大事なのはね、まあ、靴ね。靴はね、あのなるべくっていうか、ね、あのくるぶし、あのね、ここのあの この辺のこうくるぶしの隠れるね、うん、まあ、半長でもいいですから、ブーツ履いた方がいいですね、僕の経験ではね。だから普通の靴やとね、なんかこけたりするときにね、もう脱げて終わりですから、うん、やっぱねちょっとね、あのヘビーデューティーなやつをね、あのやった方がいいですね。僕はあの2980円の、作業服屋の一番安い安全靴履いてます、うん、ブーツもまともなね、アルパインスターとかですね、の方がその快適ですけどね、こうたことないんですよね。1万とかね、2万円とか言われるとね、うん、よう買わんっていうね。そんな銭があったらですね、なんか別のことに使ってしまうっていう感じがね、非常につらい感じですね。はい、うん、であと、まあ、一応これがね、その例のあの、まあ、ブーツなんですけどね、まあ、要は一番安い安全靴ですね。なんだから大丈夫ですよ、うん、であとね、あのジャケットのポケットとかね、うん、入れとかなあかんのがね、これがねスモーキング。ああ、そうなんですよ、これタバッキーですね。そうですね、うん、このね、なんでタバコが大事かっていうとですね、あの走ってるとね、だんだん熱くなってくるんですよ。このカメラがあの次のコーナーをとかこう思ってしまうわけですよ。だん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 こうスピードが上がってきたりね、こうするとね、でやっぱ興奮状態になってね、アドレナリンが出たりしてね、うん、でなんかこう憎たらしい車とかがおるじゃないですか、結構こうその憎たらしい車がおったりするとね、なんかこう、まあ、こっちもやっぱりこの憎たらしいからこれ行ったらんかいと思ってあるじゃないですか、うん、でそういう時に熱くなった時にですね、クールダウンするのに、薬物を使うわけですよ。ニコチンでね、血管をこう収縮させてですね、バカなことをしちゃいかんなとかいう感じでね、落ち着く、ああ落ち着く、まあ、精神安定剤、ね、うん、薬物ですよこれね。やりすぎたらダメですけどね、中毒ですったらダメですよ、うんうん、そういう風な感じでタバコを使うわけですよ。